ザ・アーモンドタイムですね。暗すぎてね、見えなかったんで、これで一旦やっていきたいと思います。 OK、 こっちの更衣室で合ってるかな。ザッカリー、ザックのジャージなんか触らないよ。ザックか。お、携帯でもわかるぞ。ザックは不注意だな、私が見るとも知らずにさ。え、なんでロッカーに忘れていく。オーレンのロッカー、ジェファソン先生の教室で加工したんだ。でもなんで。ちょっと気になってるね、やっぱりウォーレンのことは。ウォーレンちょっと気になるよね、なんか。これネイさんねえのかな。ネイさんあったらなんか証拠ありそうだけど、ジャケット見る。よっぽど愛好心がないとこれは着れないね。ローガン、努力は認めてあげようかな。うん、落書き、落書き、あんま良くないこと書いてたな。いや、高校って感じよ、本当に。んで、鏡。あ、姉さんなかったね。まあいいや。クロエどこ行った？クロエ。もう泳いでも安全だと思ったらこれだ。サメが怖いの。あ、いたいた、クロエ。いや。の電気をつけてよ、ムードを出そうぜ。お、いいね。いい雰囲気にしてどうするつもり。バーカ、いいから早く。あー、ここっぽい。この辺りに電気の制御パネルがあるはず。うん、一周しちゃった。あ、あったあったあった、これだな。いいね、めっちゃいいね。あ、深くなってる奥の方。うわ、こういうのいいな。オッケー、行こうぜ、泳ごう。うん、いろいろちょっと引き出し調べとこう。カワウソパワーだ、オッターズ。何それ。はい、もういいや、行きまーす。おーおー、泳ぐんかも。あー、泳いじゃった。覚悟はいい、マックス。ほんと楽しいやろな、こういうことしてたら。クロエ、最高、お風呂みたい。金も手に入ったし、もうこの世界は私のもんだ。いや、50万よ。まさか突っ立って見てるだけじゃないよな。ちょっと、悔しかったら来いよ、子供なんだから。マックスはさ、そういうキャラじゃないからな。おー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 。マックスっぽいな。カワウソ発見。じゃん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 。出たよ。それは分かってても怖いんだからやめて。サメのショーとかも無理なんだから。近い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 。そんな近くでやるもんじゃねえから。次やったら巻き戻して水に沈めるよ。ズルだ。ズルってそれクロエが言う？怖すぎる、殺人、殺人やん、もう。怖すぎる。レイチェルもいればな。夜のプール気に入ったと思う。二人を会わせたかったよ。きっと会えるよ。いろいろあったけど、すべてつながっている気がするんだ。亡くなったケイトのためにも真相を突き止めなきゃ。その力がすべてを変えたな、特にマックス自身を。臆病者でうじうじしてたのは昔の話だ。それ褒めてる？うるさい。なんていうか、マックスが力そのものなんだよ。むしろ謎そのものだよ。ケイトの時も急に力を使えなくなったし、ひたすら時間を行き来してるだけ。でも何のために。確かに、ね、私の時は使えただろう。どうにかね、クロエのおかげ。あの時はね。でもそれはクロエのおかげで力が覚醒したから。大事なのはこれからどうするか。それにうちらは運命共同体だ。確かにな、私なしじゃ運命共同体。マックスは力に目覚めなかったんだから。そうだね、そうだね。クロエがいると自信が湧いてくるよ。私もだ。この街もマックスがいれば悪くない。本当に？もっと自信を持ちな。マックスより頭が良くて才能あるやつなんていないよ。
レイチェル・アンバーでも？人をレイチェル信者みたいに言うなよ。それにマックスも男子に人気あんだろ？ウォーレンとか。ウォーレンだけね。モテるのはクールでしょう。やだ、やだ、かわいそう。ウォーレンはいい人だよじゃない。ウォーレンはいい人だよ。いい人？なんだ、脈なしなのか。うん、ウォーレンはイケてるよ。イケてるか？姉さんから守ってくれたし。ああ、でも力のことはまだ教えてないんだ。心配すんな、弱い自分さえ克服すれば何だってできる。クロエと一緒ならね。そんな顔すんな、ずっと一緒にいるから。少し冷えてきたね。自分を克服すれば何だってできる、いいこと言うな。はしゃぐつもりがおしゃべりになっちゃったからな。当たってないぞ、まあ、いいか。もう1年分ぐらいプールに入った気がする。でよ、短いな、お前の1年分は。水から出たら凍えるかも。出た、凍える戦士。凍える戦士、なんかあのプール出てさ、教室戻ってもずっと凍えてて、唇すっごい真っ青でさ、タオル巻いてずっとカタ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 ってしててさ、男なんやけど凍える戦士って呼ばれててさ。塩素が体中に染み込んだ感じ。シャワー浴びろ。薬品まみれの髪も悪くないよ。ありがとう、クロエもね。常に薬品まみれみたいな顔してる。あ、今日は髪してる。やばい、やばい、やばい、やばい。ちょ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 、マジかマジかマジか。逃げるのか、逃げるのか。オッケー、行くぞ。どう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 、どう行けばいい。どっか急いで、捕まって力を無駄に使わないように。そうね、そうね、オッケー。で、出ようか、出ようか。とりあえずこっちか。オッケーオッケーオッケー。プロ出る。周囲をしっかり調べるんだ。勘弁してよ。やばいやばいやばい、来てる来てる。ちょ待って、どうすんのどうすんの。どっかあるか。隠れて、早く。どこに？力を使うか、どこかに隠れるか、あるいはその両方か。分かってる分かってる。待って待って、こっちだ。おい、こっちか。無理か、トイレは無理か、トイレか。どうするどうするどうする。あ、なになになに。おい、そんな目の前にいたんか。おい、そんな目の前にいたんか、お前。ダメだな、こっちはダメだから、トイレ、トイレ行こう、トイレ行こうか。一番奥とか、一番奥。どこに行った。おい、入れない、入れない。ん、入れない。バグった、バグった。あいつ、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 入れたよね、入れたよね。いるのか、誰かいるのか。オッケー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 。いい加減にしろ、悪ふざけもここまでだ。本気だぞ。で、出て、で、出て、こっちで音がしたぞ。誰だ、隠れてもしょうがないぞ。で、今のうちにこっちから出るか。オッケー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 。はい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 。で、で、クロエは？さすが私。逃げるよ。バレね、大丈夫。オッケー、いいのか、これでいいのか。オッケーオッケー。隠しカメラとかないのかな。逆方向。やばい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 。向こうから来る。別の道を探さないと。もうバレるって、この距離は。ふざけてるぜ。寮に戻る気かよ。見つかったらやばいぞ。うちに来な。警備主任の家に泊まった方が安全だっていうの？間違いねえそれ。確かに絶対寮に持った方がいい。やったぜマックス、私たち最高だ。ドキドキした。うまくいったね。うまくいったんかなこれ。まあ、とにかくちょっと脱出できてよかった。お邪魔します。
あ、そっか、結局さ、あのクソ親父のさ、ファイル調べないといけないから、レイチェルのことについて。結局来てよかったか、こっちに。この瞬間を忘れないように。笑って、せーの。びっくりした。好きやな、千鳥。昨日とは別世界みたい。いい刺激になっただろ。もうこりごり。私、学校やこの町に貢献したいと思ってる。なのにコンテストの写真すら提出できない。拒絶されるのが怖いんだ。拒絶を怖がってちゃ何もできないよ。提出しろって。本当やな。クロエが嫌いなこの町と学校のためでも。おいおい、別に私はそういうわけじゃ。ボロクソに言ってたのはここを出たかったから。マックスがいなくなってからずっと。もしレイチェルを見つけてフランクに金を返せても、ここにはいられない。昔みたくうだうだしてられたらいいのに。起きようか、そろそろ学校に戻らないと。なんだよ、テストでもあるのか。毎日学校に行くことがテストみたいなものだよ。学生らしい生活に戻らないと。なるほどね。学校に行くことがテストか。立ち上がるタイミング俺が決めれるのかな、これ。なるほど。まず服を着ないとね。これちょっと見やすいかな。設定少しだけちょっと変えますね。暗いとこ終わったから。オーレン、君はブラックエルを破壊しなくてよかった。いや、ちょっとだけどね。ところでドライブインは激混みっぽいよ。だから先にチケットを買っておこうと思う。ポップコーンの方は君は、つまりドタキャンはさせないってこと。うぜえ、ウォーレン。ありがたいけど。ちょっと設定変えますね。あ、間違えた。操作方法じゃないか。設定、これこれこれ。あ、このくらいでいいんじゃないか。OK。 うん、いいだろ、別に。さあ、クロエ行こうぜ。朝日が素敵、とても穏やか。ガキの時みたいにずっとこうしていられたらって思わない？うんかな。うん、でももう子供じゃない。デートもできるし、いつか彼氏を連れてくるんじゃないかってパパ怯えてたな。付き合ってた人いるの？男子は止まるのもと付き合ってた人いたの？そういえば聞いてなかったけど、本気で付き合ってた人っていたの？ないない、おふざけみたいなのばっか。一時期年下にはまってさ、他にもいろいろとね。その辺の男子と付き合ってるとこ想像できない。確かに、よくわかってるじゃん。そんな時にレイチェルに会って救われたんだ。どんな時やねん。本当に好きだったんだ。みんな好かれてた。ああ、本当に好きだったんだよね。本当にレイチェルが好きだったんだね。マックスも好きになってたよ。賢い、セクシー、おしゃれ。私みたいだろ。はいはい。真逆だと思うけど。案外私の方が気に入られたかもよ。言ってな。でもありえるな。マックスは写真家、彼女はモデル志望だったから。ああ、なるほどね。二人は確かにね。そろそろ着替えろよ。ママの朝ごはんが待ってる。うん。あ、着替えるのね。オッケー。クローゼット。
ここから飛び出てクロエがぶたれるのを止めなかったことが今でも後ろめたい。いやいやいや大丈夫よ、それはそれで。今でもこれ取れるのかな。あ、取れなくなってる上のやつ。なんかで着替えどこ、衣服あった。うわ、まだ塩素の匂いが残ってる。なんでシャワー浴びてへんねん。私のクローゼットから何か探しなよ。ああ、そう、そうしたかったんよ。では、クロエのコスプレをしようか。なるほど。ほら、それ、レイチェルの服が残ってるだろ。サイズも合うはず。レイチェルの服。でも私っぽくない。贅沢言うなよ。いいから試してみな。いつだって塩素臭い T シャツと地味なデニムに巻き戻せるんだし。ひどい。シャツもデニムも好きなのに。マックスっぽいよね。でも試着してみるのも楽しいかも。入ればだけど。言い訳はいいよ。それ着てうちなるパンクロック魂を解き放て。失うものなんてないんだから。確かにね。何でもまずはやってみればいいんだって。本当にそう。例えば私にキスするとか。なんでやねん。ほらやってみてキス。なんでやねん。したらいいんじゃない。マジでやった。お前がオーレンにメールして脈がないことを知らせてやんないと。まあユリ好きなら別だけど。バカじゃないの。何しとんねん。キスした時のクロエの顔、まさかって感じだったね。別にそれはいいだろ、それで。うん、まあこれで着替えて、これがレイチェルの服なのかな。あ、レイチェルいいよ、マックス。タトゥーとピアスを出せば立派なパンク娘だ。タトゥーはええわ。主張とチェケラッチョ。やっぱないわ。下行ってママに会ってきな。朝ごはんだ。私は寝起きの一服してから。誰にも言わないよ。かわいそう、マックス。そうしてくれるとありがたいよ。オッケー。じゃあ、いいね、あの先生。デイビッドいないか。すごくいい匂い。不明、あ、子供の。見ようか、メール。さあ、何が来た。不明、コールフィールドさん、あなたが娘のケイトため中で。娘と一緒に踊るとき、あなたは真の優しさと勇気を見せました。あなたはできることすべて行い、しかもあの時もあなたの力で見ることを見せた。ケイト本人の力で。すら、ケイトは私たちの私たち家族は縁のあなたに祈り続けます。じゃあ、どうしよう。不明。娘とって言ってるから、リチャード、お父さんかな、お父さんかお母さんなんでしょうけど、リチャード、まあ男かな。ケイトパパからの連絡だったのかな。おばさん、おはよう。レイチェル。あ、レイチェル。驚いた。服でね。その服ぴったりじゃないか。まあ中身はあの子たちとは違うけどね。で、何が食べたい。あー、まただ。パンケーキいらねえ。卵とベーコン。卵とベーコン焼いて。ずっとそればっか。昔はよく卵とベーコンが焼けたよって起こしに行ったっけ。そうそう、それで飛び起きてたよ。それじゃあちょっと手伝ってくれるかい。卵とベーコンを持ってきて。あー、余裕、それぐらい。卵とベーコンね。待って待って、包丁操作すん。逆じゃない、普通鉄の方がパチって、あの磁力でつながってる気がするけどな。野菜を食べた方がいいんだけど、はあ、ベーコンは捨てがたい。はい、ベーコンゲット。卵は昔と同じ冷蔵庫で嬉しい。ありゃ。卵、あ、こっちか。鶏より卵が先っておばさんの口癖。冷蔵じゃないんよね、卵。はい、どうぞ。ありがとう。ここ数年でいろんなことがあったけど、あんたとクロエがまた仲良くなれてよかった。服ボロボロやな。レイチェルが失踪してからあの子は、ああ、その服を見ると思い出すね。レイチェルはいい子だった。ベーコンエッグ食べたくなってきた。どうせ元気にしてるといいけど。私もそう願ってます。前も言ってたな。だけど、
言いたいことはわかるよ。でもいつかレイチェルがひょっこり戻ってきたり、クロエに連絡してくるんじゃないかってね、考えるのさ。わかるよ、でもそういう感覚。事件後に僕はクロエを追い込んでた。レイチェルは無事かな？正直な話、レイチェルは無事だと思う？そう願ってた。願ってるよ。レイチェルは賢いし世渡り上手で、ただ私には見せていない部分があったのかもね。クロエにも、うん、私もクロエのことを思ってたより知らないのかも。マックスったら、あんたレイチェルに嫉妬してるの？うん、そうかもじゃない？そうかも。ちょっと意識してる。レイチェルは私よりずっと素敵だから。そうかい。でもクロエはあんたみたいになりたいって言ってたよ、5年間ずっとね。まさか。でも本当に5年前ってなんだかすごく昔みたいで。そんなこと言ったら私はどうなるのさ。あんたまだ18だろ。若いね。私も時間を巻き戻したいよ。あ、できます。そんないいものじゃないよ。さあ、みんなお待ちかねの朝食だよ。そろそろ席について。ありがとう、おばさん。焼いてた音を一切聞こえなかったけど、いいっす。新聞あったね、横に。ちょっと気になった、今一瞬見ようか。ケイトの人生を食い物にしないでほしい。ああ、なるほどね。ピーナッツ、おお。これがすごいんよ。これが映画みたいなんよ。このリ、ありがとう、おばさん。運んでき、うまそう。でもここにいたら太っちゃうね。嫌味かしら。マジうまそう。ピーナッツバターかけようや。粒入りじゃなくてクリーミーでよかった。あ、そう。プレート食べよう。荷物下ろそうぜ、飯食うてるとか。おい、なんでちょっと残すん？なんかダイナーみたいなところでもさ、残してたけど、なんでちょっと残すね。植物、誰も水やりをしてないみたい。あ、そう。あんたに会って本当にいろんなことを思い出したよ。あんたの写真には到底及ばないと思うけど。何？私のお気に入りの写真家も、こんな写真を撮るの。デイビッドは幸せだね。あの人も私たちの幸せを願ってる。うまく表せないだけで。やっぱレイチェルみたいにこの服着こなせないな。いつものあんたも素敵だよ。ジーパンとパーカーね。懐かしい。この写真よく覚えてる。そりゃよかった。ウィリアムがこれを撮ったんだ。結局彼の最後の写真になったけど、この後すぐに車で出かけて、そして、うん、そうだったね。ごめん、湿っぽくなったね。そうだ、この写真をもらってくれないか。この頃のクロエは明るくて生き生きとして前向きで、今とは全然違う。すっごい昔の頃や。本当に幸せなあの子を見たのはこの日が最後。私の悪口言って盛り上がってたんだろ。自意識過剰だよ。ちょっとクロエ、朝から喧嘩を売るんじゃないよ。さっさと食べな。時間を稼ぐからガレージに行って。何をこそこそ喋ってんだい。こっちの勝手だろ。たく、この家にプライバシーってもんはないのかよ。うん、聞いただけじゃないか。何をそんなに怒るんだい。お手洗い借りるね。なんだよ、味方してくれないのか。まったく、この子は。いいから少し落ち着きなさい。うるせえよ。さあ来た。デイビッドのパソコンを調べないと。ファイル、絶対何か隠してるはず。あれ、ファイルここにあった。今見れないな。とりあえず使おう。パ
スワードがかかってる。クソオヤジじゃないよね。なわけないや。何か手がかりないかな。手がかりね。これでファイルか。いやもう取れないなファイルは。さあ調べよう。特に何もなし。はあ、やっぱりちょっと設定戻そうか。暗いね。OK OK。 はいはい、調べていこう。新しいパパパスワードに使ってたりしないかな。まず1個ですね。新しいパパ家族新しいパパ。うん、ダメダメハッカーなわけねえもんな。だってあ、いろいろじゃあ見つけたらいいのか。そういうのを集めて。とだな、調べる。これがまあ隠しカメラ。何も入ってない。うん、調べよう。軍用の南京錠、暗証番号が読み取れる。これがパスワードかも。7171。はいはい、 OK。 他には他には何かないか。これは南京錠、南京錠、南京錠みたい。 OK。 クロエはもう銃を入手できないね。フランクから盗んで取り戻す以外は。そうやね、調べよう。うん、この ID 番号は使えるかも。はいはい、あ、覚えといて。マックス、他にこの番号をパスワードにしてたりして。なるほど、はいはいはい、いいねいいね。さあどんどん集めていって。本は、この本を何度も読んだみたい。何を学んだんだろう。一応こっちも見とこうか。調べよう。デイビッドの両親から。この日付がパスワードかも。2007年の。これをつけた車におばさんを乗せて走ってるところは想像できないよ。ファンファレ進行です。他にはあるか。あとはカバン、カバン気になるね。いいね、パスワードに使えるかも。あーぽいね、確かにぽい。結構いろいろゲットできるね。ナイフ、それさパクロや。デイビッド・マドセンも誰かにとっては恩人なのかも。翼を広げてそうだよ。なんかすっごい刃こぼれしてたけど。車、今にも走り出しそう。監視よりもこっちの方がいい趣味だよね。間違いない。調べる。もうプロポーズしてるようなものだね。あ、そう。あ、次へってあったな。ごめん、次へって見るわ、もう一回。もうプロ、これがパスワードかも。あ、そう、よかったよかったよかった、見といてよかった。領収書やんけ、ただの。これぐらいかな。トロフィーも一応見て。2001年からこんな悪趣味なの飾ってるの。これもパスワードなのか。まあこれで一回やってみるか。よし、じゃあ軍から行こうか。軍、翼を広げて空へ。ダメ、はい、はいはい、使って。個人で行こう。個人はこれ。もう一回、何やってんの。あ、そう、ダメか。戻して個人の次はシングルショット。全然違う。なるほど、違った違った、ごめん。もう次は7171で。うん、違うか。なるほど、家族、これか。やった、いけた。私ハッカーの才能あるね。うわ、得だね。レイチェルはフランクと付き合ってたんだ。でもどうしてデイビッドが気にするの。これもちょっと一時停止で次いきます。尾行してる暇があったなら助けられたはずなのに。あー、なるほどね。はい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 、次。何これ、マックス。気持ち悪い。気持ち悪いね、確かに。クロエに知らせなきゃ。悲しむだろうな、というか、ね、怒るだろうな。ちょっと
おかんは？あ、おかん。おかん、何してんだ、すごい。やばい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 。うまそうだな。あら、なんでこんな時間に？事件の調査で徹夜明けだ。仮眠を取りに来た。何があったの？クズどもが夜のプールに押し入ったんだ。まったくどうなってんだこの学校は。調子に乗った生徒しかいないじゃないか。生徒の仕業だって証拠はあるのかい？他に誰がいる？証拠はすぐ揃う。やばい、バレるのはもう時間の問題か。やっぱりここにいたか。レイチェルの服なんか着て何のつもりだ？よく知ってんの。誰の服かわかるんだ。何が言いたい？お前もクロエも偉そうな口を聞きやがって。いけいけ。やめてデイビッド、生徒を脅さないでちょうだい。それだけじゃない。学校に監視カメラまでつける気なんだろ。いい趣味してるぜ。やめろクロエ、それとこれは別だ。私が悪いっての。自分のことは棚に上げやがって。いいからやめろ、黙れ。私が退学になった時負け犬呼ばわりしたよな。負け犬はどっちだよ。レイチェルとケイトのことだって調査どころか迷惑しかかけてねえだろ。あーはー、これはなんだどういうこと。いや気持ち悪かったしな、さっきめっちゃ見てて。クロエに味方した方がいいんじゃない。私見たんです、ケイト・マーシュが苦しんでた時あなたは助けるどころか脅しましたよね。あなたにとって生徒は全員容疑者なんでしょ。ネイサン・プレスコット以外は。生徒も先生も誰もあなたをよく思ってない。結託してるからね。その上クロエまでぶって。仕事だけじゃなくて周りのことも考えたらどうですか。クロエが問題ばかり起こすからだろう。それが家族や学校のみんなを監視する口実。じゃあなんでケイトとレイチェルの写真を持ってるんですか。なんだって。それは本当かいマックス。ちょっとデイビッド、なんでそんなものを持ってるんだい。一体どういうことなのさ。お前らにどうこう言われる筋合いはない。このクソガキどもが。ちょっと落ち着きなさい。お前まで逆らうのか。そうだ、女ってやつはすぐに結託しやがる。まったく冗談じゃない。デイビッド、ホテルにでも行って頭を冷やしたらどうだい。俺を追い出す気か。ここは俺の家だぞ。いや、ちげえ。いや、ここは私の家だよ。名義も私だ。他に言うことは間違いない。それは言っても無駄だろう。多勢に無勢だ。良い一日を。クロエ、もういい、黙ってな。良い一日を。おばさん、デイビッドを責めたことで私を嫌いになったかな。いやいや、これはこれで大丈夫やろ。クロエとさ、だってそのためにさ、見に行ったからさ、絶対これはこれで合ってるよ。さっきは感動した。巻き戻して取り消すなよ。分かってるよ、行くぞ。あー、でも見とくだけ見とく。ちょっと見ようか、気になるもんな。巻き戻せるしね。結構長いね。はい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 。で、おっちゃんが帰ってくるからクロエと話して、で、デイビッドの味方をしてみようか。次はね、長いな。デイビッドに味方する。あの、私たちデイビッドが何をしたか知らないし、証拠があるわけじゃないの。分かっているのはネイサン・プレスコットが危険だってことだけ。だから決めつけるのは。そうかよ、マックス様はお優しいね。こいつの怪しい行動もクラスメイトのファイルの件もどうでもよくなったのか。マックスも不審に思って。やめな、むやみに人のことを責めるもんじゃないよ。ああ、これでクロエに3対1になってるのか。やめてくれ、もうたくさんだ。同感だな。俺も今は仕事のことを忘れたい。ゆっくりとジョイスの朝飯を食べさせてくれ。好きにしな、行くぞマックス。ちょっと全然変わりそう、本当に。おばさんのためとはいえデイビッドに甘くしすぎたかも。甘くしすぎたね。またもやがっかりだよ。
ごめんな。クソ親父の味方をするマックスなんて記憶から消したい。これは違うな。やっぱりさっきのが良かったよね。うん。クロエに味方する方が多分いいと思う。これは普通に。ということで味方しよう。クロエの。オッケー。さあここまでスキップして。でクロエに味方する。でまあ結果は見たから一応スキップするけど、うん、良い一日をって感じですね。でクロエに話すと、さっきは感動した、巻き戻して取り消すなよ。分かってるよ。うん、まあこっちでいいと思うぞ。なんか両方のさ結果を見た上で決めれるっていうのがなんかすごくいいよね、このゲーム。迷ったらそうしてみようか。次からケイトの時みたいにならなかったらいいけど ね。デイビッドのパソコンの中にレイチェルとフランクが一緒にいる写真があって、そういう関係だったみたい。そんなバカな、フランクをからかってただけだろ。信じないならフランクの車を見に行こうよ。確かに。なんでだよ。レイチェルのブレスレットを持ってたんだから、他にも何かあるかも。もしそうだとしたら今度こそ殺してやる。こいつかフランク。ドアを確認しよう。鍵をかけ忘れてるかもしれない。なるほど。あ、これがフランクってことか。そしたらフランクの車、それなんや。本当にあいつとつるんでたの。しつこいな。バレたらおしまいだぞ。分かってる。くそ。じゃあこうしよう。私がフランクに金を返すからついてこいっていう、うん、そしたらマックスが時間を巻き戻して私を見えないようにする。その後マックスがフランクに車を確認するように言って鍵を手に入れ巻き戻して。あれ、何言ってんだお前。大丈夫、私に任せて。また偉そうに。私は犬の気を引くための食い物でも探すか。そうしてくれ、それが一番助かるわ。どうやったらサクッと鍵をゲットできるかな。どうかな。あ、パパ誕生日おめでとう。高校3年生になったばっかりなんですね、うん、マックさ、パパは連絡遅くなってしまわない。辛いだろうが、お前のあの女の子を助けようとしてマックの分かってるわ。それはお前がチームを中心に一気に喜んで迎えるよ、パパより。ありがとう、こちらないよ。でもまだ家に戻れない、後でね。うん、頑張ってんのよ、マックスも。とりあえず店に入って。ベーコン、またお腹が空いてきた。さっき食ったばっかよ。でも先にフランクから鍵を手に入れないと。こぼす？こぼす？ああ、なるほど。話すわ、と。度胸があるな、お嬢ちゃん。だがクロエとつるんで銃をおもちゃにしようが、レイチェルの服を着ようが、ガキはガキだ。一体何の用だ。俺の写真なんか撮ったらカメラをぶっ壊すぞ。なんでレイチェルの服だってわかるの。お前と違ってその服が似合ってたからな。だ、なんだ、この間の仕返しか。あなたの車を調べさせて。嫌だね、俺に付きまとうんじゃねえ。うん、なるほど。作戦失敗。あそこにいる警察官かネイさんにでも話しかけて、いんの、しつこく質問すれば有用な情報を聞き出せるかも。いんのか警察。警察。マックス大丈夫かい。ケイトを止めようと頑張ったのに、その残念だったな、うん、それでもみんなが君を誇りに思ってるよ。ありがとうございます。私より警察の皆さんの方が大変だと思いますけど。君は今やブラックウェルの顔だよ。ケイトマシュー、デイビッドマドセン。次がある。ケイトマシュー。しばらくはケイトがブラックウェルの象徴になりそうですね。ひどい話だよ、まったく。なんだ、ネイサン・プレスコット。ブラックウェルの顔といえばネイサン・プレスコットでは。とんでもないことを言うな。プレスコット家の噂は知ってるだろう。めちゃくちゃ、ね、アルカリアベイの乗っ取り。そんなところだ。プレスコット家は大きな土地取引に乗り出してるらしい。取引といえばプレスコット氏は以前俺の家族を助けてくれてな。
その代わりに取引をした。そしてもう抜け出せそうにない。なあ、もし人生をやり直すことができたら。って関係ないな。朝食に戻るよ。ああ。なるほどね。で、ネイさんか。話そう。レイチェル。んだよ、お前か。あの。みんな間違うな。マックス・アンバーか。イメチェンか。ところで俺を定額にしてくれてありがとうよ。どうも。ここが公共の場でよかった。警察官もいるダイナーならいくらあなたでも騒ぎを起こさないでしょ。強がっても無駄だよ。なんだと。校長にチクっといて。よくそんなセリフが吐けるな。ケイト。ケイトなら泣き寝入りすると思ってたんでしょ。何言ってんだ。何か持ったんでしょ。マックス、お前本当にバカだな。何も分かってねえくせに偉そうにしやがって。そんなに俺を敵に回したいのか。ちょっと騒ぎを起こさないでよ。こんなの騒ぎのうちに入らねえよ。なんなら名誉毀損でお前を訴えてやろうか。いや十分騒ぎだわ。さっさと失せな。あ、やべ、フランクのこと聞けなかった。ちょ、戻そう。これフランクのこと聞いた方がいいよね、多分あの選択肢で。頑張れ頑張れ、マックス頑張れ。そこまで、オッケー。話す。レイ。フランクとの、ちょっと次も見てみよう一回。レイチェル、うわ、レイチェルある。レイチェルあるやん。フランクとの仲介、レイチェルかな、ここは。ねえ、あなたとレイチェルはフランクからいろいろ手に入れてたんでしょ。レイチェルはだいぶハマってたみたいだけどな。俺は違うね。嘘でしょ。まるで分かっちゃいねえな。レイチェルがフランクとつるんでたのはそこにいる警官も知ってるぜ。ってお前余計なこと言うんじゃねえぞ。他の人に聞き込みしたまえ、コールフィールド警部。ほう、この情報はフランクね。おお、いいね。よかったな。警官、もう一回話そう。また後で話そう。あんなこと言わなきゃよかった。巻き戻さないと。あ、警官に別のことを話したら方がいいってことか。で、ネイさんにはもう十分な証拠もらったから、警官から次はもらわないといけない。だから警官と話して。マックス、大丈夫かい？オッケー。ありがとう。うん。君は今。で、これで、右ですね。で、レイチェルとフランクだ。プレスコット家との関係はもう聞かない方がいい。レイチェルとフランク。ネイさんはレイチェルとフランクがブラックウェルを象徴してるって。フランクはもう生徒じゃない。残念なことにこの町の顔であることは否定できないが、あいつには近づくな。それからあいつの犬にもだ。フランクは犬をすごく可愛がってますよね。ペットというよりボディーガードだな。血を欲しがるように訓練したんじゃないか。まさか。フランクはどこから犬を手に入れたんですか？あいつはかつて刀剣に夢中でね。だが何のつもりかある日急に犬たちを助けた。今飼ってるのはそのうちの一匹だ。だが危険な奴には変わりない。近づくなよ。オッケー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 。これ使えんじゃない、結構。よ、こぼしてみようか。こうしたら一体どうなるか見たかった。やるね。ぶっ殺してやる。あ、ダメか。全然ダメだ。これでフランクと普通に話すか。今度はなんだよ。犬を助けたこと、クロエの借金。おお、これが怖そうなふりしてるけど、犬をたくさん助けたんだよね。ふりなんかしちゃいねえ。誰からそのことを聞いた。すごくいい話だね。動物が好きなんでしょ。犬を撫でてもいい？車の外に出してあげたいんだ。お前には犬のクソだって触らせねえよ。それに目的は犬じゃなくてこの鍵だろ。それそれ。なんだその物欲しそうな目はよ。次はよだれを垂らしてみるか。来た。何にしても鍵はやらねえよ。これで机の上に鍵が出たね。で、取る？取ってみる。悪いけど鍵はもらってくからね。
おい、てめえ何やってんだ。俺の鍵を返しやがれ。いや、そりゃそう。聞こえてんのか、これ。いや、まあ、そりゃそうやね。どうすんだ。鍵ゲット。さあ、クロエのところに。あ、これでゲットしてんのか、これで。あ、なるほどね。あ、よかったよかった。オッケー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 。ラッキーなのかな。アリッサ？ちょっと冗談でしょ。アリッサ。おいおい、大丈夫か。アリッサ。アリッサ、危ない。うん。助かったよ。まあね、なんでこんなとこいんだアリッサ。大丈夫？OK。 でクロエがどこにいんだ。あ、クロエいたね。そしたら今回のパートはちょっとね、ここで終わりにしたいと思います。ちょうど面白いところでね、区切っていきたいと思います。では続きは次回の動画でお会いしましょう。アーモンドでした。バイバイ。